着いたばっかりなんです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、プロデューサー一言挨拶いただいて、質疑応答。今まで日本人が作ってきた SF 映画の中では、僕は群抜いてすごいと思いますよ。気がついたら毎週土曜日の夜、彼の家に遊びに行くようになってしまう。僕と宮崎駿の2人でバカにしたんですよ。何考えてんだよ。監督なんてね、見たら僕に決まってんだよ。今ね、スタジオジブリが世の中これからどうなっていくのかっていう、皆さんいろいろご心配の向きもあると思うんですけれど、ちょっと違う形でね、いろいろやっていこうと今年は思ってまして、でそれは何かというと、一つはこのガルム・ロース、まあ押井守っていう人が、まあ、僕の30年代の友達で、そういういきさつの中でこれを手伝うことになりました。まあ押井守っていう人がね、本当にずっと一貫してあるテーマをずっとやり続けている人で、そのテーマは何かっていうと、ね、人間が作ったもの、その人が意思を持ったらどうなるんだろうって、それがね、まあ、人間の未来と非常に関係してくるって、まあ、そういう映画をね、ずっと作り続けている人なんですけれど、まあ、今回は何しろ、ね、カナダの、ね、スタッフとそれからキャストで作り上げた作品でございます。20億円も、ね、お金かけて、これでまあ期間も長くとって彼がやって、それでまあそうやってやった作品なんですけれど、まあ、日本での公開をどうするかという時に、これを作ったプロデューサーで IG の石川さんっていう社長がいるんですけれど、まあいろいろね見てくれっていうんで、まあ、一緒に見たんですけれどね、それで見た後この作品をね、どうやって売ってったらいいだろうなんて話の中で、まあ僕としてはこれね、英語で喋ってると押井さんのセリフっていうのは、まあ、ちょっと難解なところがあるんですよね。それを日本語版を作った方が、ね、多分くっとつきが安くなるだろうと、でそういうことで言うと、日本語版を作るべきじゃないかと、という意見を一番過ぎなかったんですけれど、なぜか僕の、ね、その鉢が回ってきてで僕がやることになりました。それで作ったのはこの作品です。この今回の作品の映像っていうのが本当にこう、まあ、実写なのかアニメなのかっていうところですごく見ていて新鮮な印象があるんですけれども、鈴木さんからご覧になって、この映像の世界観っていうのはどんなふうに思いますか？僕はね、これ本人にも言いました。何かっていうとね、まあ、実は言うとこの映画を企画されたのが20世紀の終わりで、その時にできてればもう2000年に公開できた映画だったんですよ。ところがお金がかかりすぎる、その他の理由によって制作中断。だからもしその時にできてたらね、すごい映画になってたと思うんですよ。同じものでもね。ところがそれから15、6年の中で、まあおじいさんがやろうとしたことってね、他のいろんなアメリカ人たちはみんなやっちゃったんですよね。だから正直言うと今ね、古く見える、これ否めないと思うんですよ。ただね、今まで日本人が作ってきた SF 映画の中では僕は群抜いてすごいと思いますよ。なんか独特なこう何ていうか、こうカットというか、そういう見せ方みたいなのもあるような気がしたんですけど、まあでもおじさんって戦争好きなんですよね戦争とか兵器とかね、だからまあ別に平和は望んでないわけじゃないだろうけれど、まあ、好きなんですねああいう見せ方、要するにその前にね、宇宙戦艦ヤマトとか39がどうしたとか、いろんな SF ものがあったけれど、要するに2000年頃の世界の映画で作られてた SF を超えたかったんでしょうね。だからまあ今回ね、要するにその時やろうとしたことを全部やるんですけれど、そういうことで言うとかなり実現できたんじゃないですか。だから本人はすごい満足感なんですよね。押井さんから腐れみたいなキーワードがちょっと出てたのを記事で見たんですけど、はい、出会いはどんな感じでだったのか。出会いはね、まあ、僕は当時徳間書店っていうところで、はい、アニメージュっていうね、アニメーション雑誌の、まあね、編集長をなぜやってて、まあ、当時ちょうど彼がねテレビのうるせえやつらっていうのがあって、それのシリーズの総監督だったんですよね。
でまあ作ったものを見てまず面白かったんで彼と会ったんですけれど、まあ話が合うっていうのは学生時代にね見てた映画が全部同じなんですよ気が付いたら毎週土曜日の夜彼の家に遊びに行くようになっちゃった。これで朝まで喋るっていうのをね、なんかある期間ずっとやったんですよね。そう当然まあ行ったら朝まで映画の話ばっかりをするっていう。でどういう映画を作ったら面白いんだろうっていう。毎週やってましたね。それが彼との何ですか草ね。約30年ぐらい前にですね、杉さんとあの押井監督、それから宮崎監督がですね、あの昔そのやっぱりあのアイルランドかなんかにご旅行行かれるという、はい、なんか今回の映画にもすごくこう重なる部分であるとか、何かしらその思い出に残るエピソードであるとか、その辺教えていただければと思います。アイルランドのね、西の果て、つまりユーラシア大陸の一番右の端っこにあるのは日本でしょ。そしたらね、ユーラシア大陸の一番左に西の方にあるのがね、アラン島ってところなんですね。そこへ行った時にね、押井さんがすごい興奮してて、でどういうことかって言ったらね、まあ、僕はちょっともう忘れちゃったんだけれど、いろんな映画に出てくるね、あのロケはここだったのかと。だからいろんなとこ歩くたびにね、こんなことやってるんですよね。でね、本物見りゃいいのにね、あの映画と同じだとかね。それで僕と宮崎駿の2人でバカにしたんですよ。何考えてんだよって。ちゃんと見なさいって言って。ただまあ、押井さんにとっては、そのね、アイルランドへの旅は強烈な印象を残したんですよね。というのが、要するにケルトですよね。そう、今回の映画もそれと非常に大きな関係があるけれど、キリスト教以前、ね、人間はどういう宗教があったんだろうっていう、それをやってますよね。だからあのいわゆるあのキリスト教の世界と違いますよね。だって例えばそれこそアイルランドにはキリスト教以前いろんな宗教があったわけで、それをキリスト教が来て全部ねやっつけちゃうわけですよね。そうするとね、やっつけられる以前のそういういろんなものたちに対してやっぱりおじいさんはなんかね気持ちが加担してるんですよね。それでまあ彼とね、じゃあ一緒に作ったものが何かっていうと天使の卵っていう、まあ、一本あるんだけど、その後もまあたまにね一緒になったり、でしばらく間を置いたりして、これで、まあ、イノセンスっていう作品では僕もプロデューサーを務めるなんてことがあったんですけれど、そこから、まあ、10年ぐらい経ったんですからね、まあ、今回久々に、本当は日本語版もね、まあ、彼は英語版作ったわけでしょ。で、なんて言うんだろう、日本語版といっても他人がねやるとね、監督ってのは心が狭いから大体怒るものなんですよね。でね、自分でやんなよって言ったらね、トシちゃんやってよって言うから、これでね、石川さんっていうのがずるくてね、僕は最初そうやって頼まれた時簡単にね首を縦に振ったわけじゃなかったんですよ。で僕も忙しいしね断ってたんですよ。そしたらね、おしさんと二人で会ってくれ、で二人きりでいろいろ喋ったんですよ久しぶりに。そしたらね、トシちゃんがやるんなら俺文句言わないからって、そこまで言われてね、でこれ断るとね彼との付き合いがなくなるからとかねいろいろ思ったんですよ。それでやっちゃったような経緯ですね。あの星井さんからはこういう風にやってとか、そういうリクエストみたいなのがなんか、リクエストっていうのが条件は1個だけ、あ、内容変えないでねでまあそういう話もしちゃうとね、まあ見た時に当然英語で喋ってるわけでしょ、うん、それを字幕にするとね、情報量がね4分の1ぐらいになっちゃうんですよ字幕だとね。そうするとなんて言うんだろう、難しい言葉ばっかり並ぶ。で僕が思ったのは、まず第一にこれ日本語で喋ったら2つ効果があるなって。で一つはね、要するにまあ何て言うんだろう、元に喋ってる英語と日本語ってまあその違いがあるんですけれど、今の字幕の大体倍ぐらいはね言葉を喋れるだろうって、まずそう考えたんですよ。それが一つと、それからもう一個はね、あの押井さんって英語版見ていただくと分かるんですけどね、その役者さんにね芝居の上手さを求めないんですよ。むしろ下手さで淡々と喋っていく、フラットなんですよねすごく、うん、それをまあ押井さんは普段アニメーションをやる時にも大体声優さんが全部決まってるんで、その声優さんをね、その普段ねやってない人を起用して、それでそこにね情感を入れようっていうのは僕の考えだったんですよ。でこの2つをやればね、あの
全く変えないのに変わった印象が出るっていう目論見はありました。これで、まあ、映画版見てる人にねある日見てもらったんですよ。そしたら見てた人たちがねどこをいじったんですかっていうからねみんな内容をね編集までしたと思ってたみたいなんですよ。だけれどやってみた結果で言うとそんなことはなくてもう全くそのままなんですよ。でも印象は変わることができましたね。まあ、ご覧いただいたと思うんですけれどあのカラーが若い選手と、ね、あの2人で喋るしっていうシーンがあるんですけれども、もう最初からね、まあ、僕は日本語版では英語版でそうなってなかったんですけれど要するに喋り方によっては2人のラブシーンになるなとそういうことを考えるんですよ。そしたらなったんですよね。これでね僕は石川さんの方っていうかスタッフにね出した条件は1個だけ。お尻守るには見せない公開まで。だって監督なんてね見たら文句言いに決まってんですよ。でも文句言い出してねそれまた作り直さなきゃいけないとしたら大変でしょ。だから絶対見せないって言ってたんですけれどちょっと初版の事情でねまあ押井さんがね公開前に見ることになってそれは何かというとあの LINE の LINE ライブっていうのがあって、はい、で僕と押井さんとウロブチさんとそれで3人で喋るってことになってこれでね、まあ、ご覧になったわけで、でね当然司会者はねご覧になっていかがですかちょっと間が空くんですよね。そしたら思ったより良かったと考えてねあれ悔しかったでしょうね。押井守の作ったキャラクターを変更できると僕思ったんですよ。それに成功しましたね。ダビングバージョンでね随分違うことを表現できるんだなってことは思ってました。どういう役者さんがやるかでキャラクターの性格まで変わる。パク・ルミさん彼女との出会いがものすごく大きいですね。全然違う。だってはっきり言うと面白くないもん。言語で見るとあらゆることが前向きでなくったっていいじゃない。嫌だよねそれ喋るのいやというのかまあ